何事にもまずは準備が大切です。ウォルト・ディズニーはいつも自分の未来を予想してみよう、それはその後の習慣が変わるきっかけになるかもしれないと言いました。計画を立てることで成功に近づくことができるのです。ビジネスはチャレンジの連続です。スティーブ・ジョブズは、私たちの仕事はマーケットが何を望んでいるかを尋ねることではない、それを知らないからですと語りました。新しいものを創造し挑戦し続けることが重要なのです。成功したリーダーは自分自身を律し変化を恐れません。ビル・ゲイツは、成功は偶然起こりません、それは常に計画、準備、そして気力によりますと述べました。自己制御と積極的な変化が成功への道を開きます。何よりもビジネスは人間関係です。ショーン・ロックフェラーは、成功は誰かを見つけてその人のやりたいことを手伝うことです、そのために自分が望むものを手に入れることではありませんと言いました。他者の成功を支援し協力することが重要なのです。